これはまだ。はいたい、ご想像中うがなびら、いきなり始まるんだね。FM 高山里からそこ始まるんだね。まだなんか慣れてないみたいだね。6月の7日火曜日、旧暦では軍月の3日、明日は4日の日だね。子供たちにおもちゃをね与える日でもありますよね。ポーポーをねちゃんと頭頭目にうさぎないとねってこの間言われたな、おばさんにね。だから明日は作れないかもしれないけど、どうにかしてね、時間があったらねちょっとポーポーはね作りたかったんですけど、そんな感じだね。旧暦もだんだんいい風が吹いてくるような感じで、なんか昨日ね夜中雷もゴロゴロしてから、で今日もなんか積乱雲の発達で、もしかしたらそういうことで雷とかあるかもよ、昼前雨降るかもよってだったんですけど、皆さんのところではどんな、沖縄全域にお住まいの皆さんね、那覇から沖縄自動車道を乗ってからにこの小座に入ったけど、いい天気ですね。うん、夏の、まあ確かにこのねもこもこした入道雲さんはいるけど、青空も結構輝いているし、お日様の光もいい感じだし、あんまり灰色は見えないね。でも北東の風だから、もしかしたらね風の流れも早かったりするかもしれませんね。さあ、今日はね曲もいろいろと3曲ぐらいねおかけしながら皆さんと4択していきたいと思いますので、お昼休み FM 小座 FM 宜野湾で皆さんお楽しみくださいね。そしてもちろんツイキャスユーストリームもよ、いろんなところからいろんなツールでね楽しんでくださいね。石底巻の4択ランチボックス、改めまして皆さんこんにちは、まきママこと石底まきのゆんたくランチボックス、 FM 小座のスタジオから生放送でお届けしています。同時に FM 宜野湾でも、生放送でお聞きいただいておりますよ。そして先ほどもねちょっと申し上げましたが、ツイキャスユーストリームでもご覧いただけます。映像と音声同時にね楽しんでいただけますので、いろんなところからね何かなさりながらとか、お昼休みなのでゆっくりしながらとか、そんな感じでお付き合いいただければと思います。メールもね受け付けているんですよね。メールアドレスのご案内がちょっと後からにしようかな、ね、あ、ね、後からにしようね。今ねその紙がねちょっとお出かけはしてるからね、後から言うからさ、ね、で今日のねオープニングナンバーお届けしてまいりたいと思いますが、毎週マキママフェイバリットアーティストの中からおかけしています。でね今週はなんかちょっと雨の日も多かったり曇りも多かったり蒸し暑くてね、ちょっと過ごしにくいなって思っていたので、ちょっと綺麗な歌声とメロディーがいいなと思っていろいろと探しておりましたら、ミーシャの2004年のアルバムシンガーフォーシンガーね手に取ったので、そこからお届けしたいと思います。で今朝ですね琉球新報を読んでおりましたら、このコラム金光木舌の、ね、コラムで紹介されていたバンドがありましたので、こちらの曲もねぜひこれも紹介しながらね1曲お届けできたらなということで、急遽この1曲挟んでおりますよ。金光木舌の方からねちょっとご紹介させてください。障害があっても私はみんなと特に変わらない、車椅子シンガーの宜野湾市在住37歳のジャハナ・イサムさんはそんなメッセージを歌に込め、オリジナル CD を無料配布している。2014年7月から始めて来月には2万枚を超すという。生まれて間もなく脊髄性筋萎縮症と診断され、病院生活のヨガ活動で出会ったのが音楽、それを自らの表現手法にして20年が過ぎた。現在はバンドコンスタントグローでボーカルを務める。
今はよほどのメジャーでなければ CD も売れない時代、それでも多くの人へ音楽を届けたいと考えた末、売らずに無料で配る方法に思い至る。ミリオンセラーではなくミリオン配布と呼んでいる。 CD の制作費を工面するのは容易ではない。そこで市民に呼びかけると個人から多くの支援が寄せられた。それが2万枚の制作資金となり、多くの支援者にもつながった。 CD にはバンドメンバーと大切にする曲を収録した。1曲目は桜はまだか、どんな魔法でも生まれ変わるはずない、そして開き直ってみて私は私らしく生きる。終了曲は、障害者の心の言葉を社会へつなぐ歌になった。最近街頭で声をかけられることが増えたそう。 CD 聴きました、涙が出てきた、などなど、歌が人々の心へ届く喜びを実感する。配る手にも力が入る。いつか100万の共感になる日が待ち遠しいと綴られています。まあ、私もね、以前去年かな、いただいて、まあ、大切な一枚として保存してありましたので、あーかけたいなと思いました。まあ、次の番組にね、バンドメンバーのドラムのリナさんがね、コンスタントグローのリナさんいらっしゃるので、イサムさんがねたまにねゲストでいらっしゃるんですよね。だから続けてね番組であの曲をということはなかなかできないので、今日はでもこのコラムを読んでわーっと思って一曲おかけしたいと思います。コラムでも紹介していました、桜はまだか。
届けしたのはコンスタントグローで桜はまだかでした。今朝の琉球新報をぜひお読みになってみてくださいね。ひるラジ、この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンワの提供と各社の協力でお送りします。石底巻のユンタクランチボックス。ひるラジ、巻ママこと石底巻のユンタクランチボックス、火曜日お届けしています。さあ、先ほどメールアドレス後からねって言っててね、ごめんね、遅くなりました。さあ、こちらはこのメールアドレスはメッセージどんどん寄せていただいたり、あとリスナープレゼントにも使っていただけますよ。リスナープレゼントをまず希望という方は懸命にひるラジリスナープレゼントと書いてくださいね。今週は沖縄マリオットリゾート&スパビュッフェレストランオールスタービュッフェのペアランチ券2組様にプレゼントいたします。今週の金曜日にね、毎月恒例の、ね、マリオットさんのいろんな情報、お得な情報のね、ゲストさん入りますので、ね、それも合わせて金曜日も楽しみにお待ちいただきたいと思いますが、私もマリオットのね、たまみさんからね、いろんなお得情報届いてましたので、来週もねちょこっとね入れられたらなと思っていますよ。さあ、今週は、沖縄マリオットリゾート&スパビュッフェレストランオールスタービュッフェのペアランチ券2組様にプレゼントします。旬の食材をふんだんに使った沖縄テイストの本格メニューをお楽しみください。オールスタービュッフェさんね、なんか5月から始まっていて6月いっぱいまですごい盛りだくさんなんですよね。この間も母の日の時にちょっと紹介しましたけどね、楽しみですよね。ちょっといい景色とね、梅雨だけどこんな風に晴れた日はもっと楽しいでしょ。で、梅雨のね気持ちも一掃してくれるロケーションですからね、楽しんでいただければなと思います。さあ、リスナープレゼントをまずご希望という方は懸命にリスナープレゼントいるラジと書いていただいて、そしてメッセージだけのお寄せでも大丈夫ですよ。 FM 小座をお聞きの方は761@FM コザ .jp
FM ギノワンをお聞きの皆様は797@fmginowan.com こちらにお送りくださいね。締め切りは今週いっぱいとなっています。たくさんのご応募お待ちしておりますね。そして、先週ですが、ちょっと私お休みの時でしたが、先週は第5週のためリスナープレゼント本当はないんですよね。4週分ということでご協力いただいているんですが、なんとウエストマリンさんよりいただきましたということで、ディナークルーズ船モビーディック号と水中鑑賞船オルカ号のペアチケット当選者決まりました。当選者はディナークルーズ船モビー号、コメルイ様おめでとうございます。そして水中鑑賞船オルカ号の乗船券はアーチャコ様に決定です。おめでとうございます。 FM 小座にご用意しておりますのでね、遊びに来ながらね、お目当ての番組ありましたらね、それを聞きに楽しみながらお越しいただきたいと思います。今週のプレゼントは沖縄マリオットリゾート&スパビュッフェレストランオールスタービュッフェのペアランチ券2組様にプレゼントです。どしどしメッセージとともにお寄せください。さあそれではね、マキママの話題いろいろユンタクランチボックスということで前半のコーナーお届けしていますが、ね、いろんな話題ねちょこちょこ拾ってまいりましたが、ちょうど6月4日からねスタートしました。6月4日から10日までは歯と口の健康習慣となっています。先日沖縄県歯科医師会地域保護委員会の崎原美希夫さんの、こちら論壇にね載っておりましたのでちょっとご紹介したいと思います。近年は大人の歯の健康に関して歯科検診が成人検診や人間ドックなどに徐々に組み込まれるようになりましたということですね。自分の口の状態を歯医者に見てもらわなくても把握できる機会が増えてはきましたが、まだまだ完全な普及には至っていません。マスコミやインターネットなどでも歯周病が体に与える影響のほか、虫歯、歯並び、顎関節の異常などにより引き起こされる疾病が、多く取り上げられています。しかし自分の歯の健康に不安があっても勇気を振り絞って歯医者に行かない限り自分の口の健康状態をちゃんと知るチャンスは少ないのが現状です。また子どもたちに関しては保育園から高校までの通学期間はしっかり歯科検診が受けられ、子どもたち自身や両親がお子さんの歯の健康状態を把握できるようになりましたが、現状は把握できていても沖縄の子どもたちの虫歯保有率は全国のワーストから脱却できていません。そのことに、沖縄県の歯科医師の皆さんも悩んでいると書いていますけれどもね、やっぱりまだまだですかね。全国的にも昔からこれは言われていることなんですが、ね、良くなったかなと思った時期もあったんですが、まだまだ全普及には至っていないというところなんですかね。子どもの頃のケアがねやっぱり一番大事なのでね、この現状を打破するため、歯科医師会は6月4日から10日までを歯と口の健康習慣と定め、毎年この時期にイベントを企画しています。今年のテーマは健康も楽しい食事も良い歯からです。まあ、いろんなところでねデンタルフェアなど行われていたりね、でまたこれからあるというところもあるそうで、いろんな健康相談とかねブラッシングの指導、またフッ化物の体験とかいろんなことを、なさっているということですからね、まだ地域の方でこれからという皆さんはぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。そして自分の歯の健康状態についてもね、こういうきっかけで、あ、やっぱりちょっと行っておこうかなっていうところいいんじゃないですか。歯医者さんが苦手な方もぜひこの機会に自分の口の状態を把握してはいかがでしょうかと、沖縄県歯科医師会地域保健委員会の崎原美希夫さんは話していらっしゃいます。私もねここ数年ねちょっと家族の看病とか介護とかねいろんなことがちょっとあったりしたので、なんだかバタバタとね仕事とそういうこともありながらで、まだ子育てもねちょっと真っ最中なので、なかなかねちょっと時間と見つけてからという間にね最近なかなか行けてないので、ちょっと今年は
まあ、もう半分がね過ぎようとしているところですが、後半はちょっとね歯のチェックしながら、ちょっとまた歯の健康状態もしっかり見ておかなければなと思っていますよね。こういう機会にぜひ皆さんも利用して行かれてみてくださいね。さあ、そして、これね、県内の染め織りが一堂に会しましたよということで、県の縫製3団体が初の合同販売という話題です。県衣類縫製品工業組合と沖縄県工芸産業協同センター、そして FDR ファッションデザイナークラブ琉球の3つの団体が昨日から那覇市のタイムスビル内でかりゆしウェアの販売会を開催しているそうです。先日もね、今沖縄いろんなかりゆしウェア、ちょっとおしゃれなものからね、ちょっと一点ものからいろんなものがありますよと紹介しましたが、3団体合同の販売会は初めてで、8日明日まで行われます。県工芸産業協同センターは喜助科の芭蕉布や千葉な花売、これ千葉な花売は小座ですよね、それから八重山花売、花織など県内全11地域の染め織伝統工芸産地の狩牛を初めて一堂に揃え展示即売しています。センターの金城工芸産業コーディネーターは、狩牛を通して沖縄の伝統工芸の着物に興味を持ってもらいたいと来場を呼びかけています。会場にはおよそ600点、結構すごいですね、600点が展示されています。県内で活躍するデザイナーの作品を扱う、ファッションデザイナークラブ琉球 FDR はワンピースやドレスなどオーダーメイドできる斬新な狩牛商品を揃えて来場者の関心を集めていますということで、ね、ビジネスとかいろんなシーンに活用できる狩牛ウェア、このシャツをはじめいろんなものが、ね、あるということで、染め織りね、狩牛の素材、ね、デザインを使った染め織が一堂に会しているということですから、明日までということなのでね、ぜひ那覇市のタイムスビル寄ってみてはいかがでしょうか。さあ、それでは1曲お届けしましょう。今日はね、ミーサの曲選んでおりました。2004年のアルバムシンガーフォーシンガーから宮沢和美さんの作曲で、君だけがいない世界。
石底巻のユンタクランチボックス。昼ラジ火曜日、マキママこと石底巻のユンタクランチボックス、生放送で FM 小座から、そして FM 宜野湾に向けても同時に発信しています。ツイキャス、ユーストリームでもね、皆さんにご一緒していただいていますよ。今週のリスナープレゼントは、沖縄マリオットリゾート&スパさんからビュッフェレストランオールスタービュッフェのペアランチ券2組様にということで、メールアドレスと、同じこちらにお送りくださいね。ご応募ください。 FM 小座をお聞きの皆様は761@fmkoza.jp、 FM ギノワンお聞きの方は797@fmginowan.com、 こちらまでご応募くださいね。お待ちしています。さあ、前半はユンタクいろいろランチボックスということで、いろんな話題ね、ちょっと拾ってきてはご紹介みたいなことしているんですが、さあ、アサヒオリオン飲料は今日から、沖縄県民に長年愛される果汁飲料ブランドバヤリースの新商品、沖縄バヤリースパインを発売するそうです。ヤンバルサンパイナップルの果汁を使用したブランド初のパイン味で、主力商品として定番化を目指すということですよ。もうバヤリースといえば、ねオレンジ、なんかとても疲れた時に、あのとっても甘いジュース飲みたいって思った時にバヤリースに手を、ね、を手に取ったりしますけれども、パイン味が出たということで、ますますなんか沖縄ならではの味になって嬉しいですよね。昨日、那覇市の JA 会館で商品発表会を開いたということですが、沖縄生まれのバヤリースから生まれた初のパイン果汁飲料、甘さと酸味のベストバランスで果実の美味しさを楽しんでくださいと PR したそうです。さあ、新商品はパイン果汁 10% で、保存料や人工甘味料は使用していない。嬉しいですね。沖縄県農業協同組合 JA 沖縄が提供する県産パイン果汁を使用しています。1.5 リットルと 500ミリリットルのペットボトルで、希望小売価格税抜きで、それぞれ330円と140円になります。販売数量は500ミリリットルボトル換算で3万ケースを予定しているということで、3万から5万、10万へとね、どんどん皆さんに広がっていくといいですね。で、バイリスさんからの新商品、新しい味ということで、私たちうちランチも楽しいですし、あとね、本格的な夏に向けて観光客の皆さんがどんどんまたねいらっしゃいますので、皆さんにもね喜ばれるヒット商品になると嬉しいですね。アサヒオリオン飲料からバヤリースのパイン味、初めてのパインジュース発売ということで話題でしたよ。さあ、そしてこちらまでいけそうだね、今日ゆったりだね。ジマミ豆腐のちょっと、呼びかけということで、沖縄観光中にジーマーミー豆腐を食べた食物アレルギーの子どもが呼吸困難などを伴う急性アレルギー反応、アナフィラキシーショックを起こして、沖縄県立北部病院に救急搬送される事例が増えているということで注意を呼びかけています。ジーマーミーをピーナッツと知らずに食べる例がほとんどで、中には意識のない状態で搬送される事例もあったそうです。ないですよね。医師は県内の飲食業者の皆さんに対して観光客に情報提供するよう訴えています。アナフィラキシーショックはジンマシンや呼吸困難、嘔吐、意識障害、血圧低下などをきたす急性のアレルギー反応で、最悪の場合は死に至ることもあります、ね、アナフィラキシーショックでのあれ、ね、ここ何年か前にありましたよね、学校給食で出されてということとか、ね、いろんなことが、気をつけている中でも起こってしまうということですからね。
県立北部病院小児科の佐々木医師によりますと、ジーマーミ豆腐を食べたことによる救急搬送件数は、現在集計中ではあるが、2年ほど前から増えており、患者は食物アレルギーを持つ低年齢の子どもが多いということです。やっぱちょっと幼い子どもたちにね、多く症例が出ているということですね。幸い死に至る事例は今はないが、あと5分遅ければどうなっていたかという事例もある。治療で状態が安定しても 4,5 時間後に再び症状が出る場合もあるということで、その人の持っている、ね、アレルギーの状態によってということもありますよね。健康状態によってもね、そうですからね、すぐに出なくても 4,5 時間後とかありますから、まあ、そういうふうに危機感を募らせているということです。ピーナッツは重篤なアレルギーを引き起こしやすいという食物で、メニューにピーナッツとちゃんと記したり、販売する際に、一声かけたりするなど、飲食店で対策を取るよう訴えています。また一般社団法人アレルギー対応沖縄サポートデスクの田村事務局長は、飲食店による情報提供だけではなく、口にする子どもの親も、親御さんも確認作業をして、双方で安全性を確立してほしいと呼びかけているということですね。飲食店や販売店などでは、提供するときに原料にピーナッツ使われていますが大丈夫ですかということでね、本当にこのジーマーミー、この豆を売っているだけならいいんですが、こうやって加工されて、しかも方言だとね、ちょっとわからない、内な口になりますとわからないですからね。ジーマーミー豆腐、これは、ピーナッツですよ、ピーナッツ豆腐ですよ、ピーナッツが原料になってますよということはちゃんと知らせるということ、そして、購入時にね、その子どもさんの親御さんはちゃんと、アレルギーがあるんですけどこれ大丈夫ですかって明らかにわからないということはちゃんと聞いておいた方がいいと、双方でね、まだ死に至る事例がなくね、大丈夫だったということで、ここでちょっとまた気を引き締めてね、このアナフィラキシーショックの、アレルギーのね、ちゃんと表示をしていこうということでね、気をつけたいですね。私も娘が、3歳まで卵アレルギーだったんですよね。ちょっとラーメンのね、おつゆを飲んだだけとか、あとハンバーグ類とかも全然ダメでしたね。ただうちの娘はとは言っても、かゆみとかその湿疹とかそれぐらいで済んだんですけど、やっぱり呼吸困難になるアレルギーね、ちょっと先ほど言っていたように重篤な患者さんも結構いらっしゃるのでね、やっぱりちょっと気をつけたいですよね。せっかく観光に来てね、こういうことでね、何か気をつけて対策できるものならちょっとずつ少しずつね、もう早急に、行っていきたいですよね。ジーマーミ豆腐ね、気をつけましょうということで、アレルギーの表示をしっかりしましょうという話題でした。さあ、それでは CM を挟んで後半はマキママのちょっとだけ読んじゃうよのコーナーです。今日はですね、年に1回かな、2回ぐらいやってる、これユンタクガジュマルの木の下で、そう定期的にね、そうだね、これは大丈夫よ、ヤコの旦那さんの本、そう、ありがとう。小さく言ってみたけど通じてよかったよ。もうこれだけしか取っちゃいけないからね、横もダメだし斜めもダメごめんね、良さが出ないのよ、写真自体がね、良さが出ない人なんですけどね、本当にね、本当
マイクの位置がまずいですって書いてあるの。あ、マイク、これにマイクついてんの。あ、こっち向けた方がいいとか。このマイクが顔にかかっちゃってるんですね、昨日から見たらね。あー、なるほどなるほど。あ、お顔が、お顔見えない方がいいよ、声だけがいいよ、目だけ。石底巻のユンタクランチボックス。マキママこと石底巻のユンタクランチボックス、昼ラジ火曜日お届けしています。後半ですね、マキママがラジオでちょっとだけ読んじゃうよ。今週のセレクトブックのコーナーです。文芸社から2006年に刊行された、定期的にね、私のフェイバリットブックの一つでもあります。友人でもありますよ、小谷隆作ユンタクガジュマルの木の下で、こちらね今日は全読みできるのでね、あの心置きなく読んでみたいと思いますよ。優しい気持ちになる絵本ですね。こんな感じね、こんな感じって、ごめんなさいね、ラジオだけ聞いてる皆さんにはどんな感じって思ってると思いますが、小谷隆さんがね、絵も描いているんですが、すごくね、この前面の方ね、想定の、間開きの方にはすごい大きなガジュマル、みんなが多分この下で休んだりゆんたくしたり楽しむんだろうな、で、いるよねきっとあの精霊もっていう感じのね、ガジュマルがドーンと出ていて、そして、県内の小学校の低学年はお話大会読みね、覚えて暗記して発表するお話大会3年間あるんですが、その中でもねちょっと人気なんですね。うちの絵本の中でも人気の作品ということで、久しぶりですね、読んでみたいと思いますよ。ユンタクガジュマルの木の下で、絵作小谷隆。昔ある村に年を取ったおばあが一人で暮らしていました。おばあはとても優しくて、子供たちと遊んだり大人たちの悩みを聞いたり、喧嘩をした夫婦の仲直りまで手伝って村中の人から慕われていました。だからおばあの家は子供たちが遊びに来たり、村の人が自分の畑で採れた野菜を分けに来たり、いつもにぎやかでした。そんなおばあの家の隣には大きなガジュマルの木があって、一匹の妖怪マジモンが住んでいました。マジモンはいつも一人ぼっち、寂しがってはおばあの家に来る子供たちを見て羨ましそうに、ワンもおばあと遊びたいなと思うのだけれど、自分の姿を見たらおばあがびっくりするに違いないと、おばあに会いに行くのを我慢していました。でもとうとう我慢できなくなったマジムンはおばあの家を訪ねてみることにしました。コンコン、おばあがもう寝ようと思っていると戸を叩く音がします。コンコン、はあ、こんな遅くにたあやが、おばあが聞くと戸の向こうの声が、こんな遅くにごめん、わは隣に立ってるガジュマルに住んでるマジモンだけど、おばあと遊びたくてきた、わんと遊んでくれるね。はい、珍しいこともあるもんだね、マジモンが家に遊びに来るなんて、とおばあは思いながら、はいはい、とうとう今開けるから待っときなさい、そう言っていそいそと戸を開けようとすると、マジモンが言いました。わあ、ワンは人が見たら腰抜かすくらいおかしな顔してるけど、おばあはワンの顔見ても腰抜かさんね。大丈夫、おばあには怖いものなんてないさ。そう言うとおばあは戸を開けました。すると
そこには子供ぐらいの背丈の、でもその顔は真っ赤なボサボサ髪、これまた真っ赤な大きな目ん玉、耳まで裂けた大きな口、口の中にはギザギザの歯、見るからに恐ろしい顔のマジムンが立っていました。でもおばあはちっとも怖がりません。優しくマジムンに微笑みかけました。ただよく来たね、中に入りなさい、おばあが一緒に遊んであげようね。おばあ、ワンの顔見ても怖くないの？全然、可愛い顔しているよ。おばあにそう言われたマジムンは照れくさいけれど、なんだか温かい気持ちになりました。その晩、おばあとマジムンは時の経つのを忘れて遅くまで歌ったり踊ったり四択したりして楽しみました。やがて夜明けが近づき、コケコッコーと一番鳥の鳴き声、それを聞いたマジムンは、ハキサミよ、もう朝になる、早く帰らんと大変なことになる、そう言うとマジムンは慌てて外に飛び出しました。おばあ、また来るね、そう言い残すとガジュマルの木の中に消えていきました。その日からマジムンは毎晩おばあの家にやってくるようになりました。そしておばあが眠くなる頃には帰るのでした。そんな日がいくつか続いたある夜のこと。おばあ、今日も来たよ、開けて、海で魚も釣ってきたよ、一緒に食べよう。いつものようにマジムンがおばあの家にやってきました。でもおばあの返事はありません。おばあどうしたの？勝手に開けるよ。そう言ってマジムンは戸を開けました。すると家の中ではおばあが倒れているではありませんか。はいえ、おばあどうしたの？大丈夫？マジムンがおばあを揺すっても起きません。うなっているだけです。体はとても熱く熱があります。これは大変だとマジムンはガジュマルの木から薬草を取ってきて、それを煎じておばあに飲ませました。でも一向に良くなる気配はありません。もうどうしようもなくなったマジムンは村の人を呼びに行くしかないと考えました。けれどマジムンのことです。きっと村の人たちは怖がって相手にしてくれないことでしょう。それどころか退治されてしまうかもしれません。それでもマジムンはおばあのために村の人を呼びに駆け出しました。マジムンは走りながら叫びました。みんな大変だよ、おばあが倒れた、誰か早く医者を連れてきて。眠っていた村の人たちもその叫び声を聞いて何事かと思い、外に出て声のする方を見ました。すると一匹の恐ろしい顔のマジムンがものすごい勢いで走ってくるではないですか。村の人たちは慌てて家の中に隠れ戸締まりをしてしまいました。誰か医者を呼んできて、おばあが大変なんだよ。マジムンは叫び続けました。でも誰も話を聞こうとはしません。家の戸を叩いても村の人は怖がるばかり。とうとう叫び疲れたマジムンは泣き出してしまいました。うえん、うえん、うん、うおん、うおん。それはとても大きな声です。村中の家の戸が震えるほどです。家の中では大人たちが子供を抱きかかえて身をすくめていました。それほど大きくて恐ろしい声です。でもとってもとっても悲しい泣き声です。おばあのことを思って泣く声です。そのうち体の大きな見るからに強そうな男の人が釜を持って家から出てきました。そしてマジムンに近寄って言いました。へえマジムン、泣くなマジムン、ワンの話を聞け。そう言われてマジムンは泣くのをやめました。へえマジムン、やあやおばあが倒れたって言っていたな、それは本当のことか、嘘だったらただじゃ済まさんど。本当のこと、ワンは嘘なんてついてない、おばあが苦しがっている、早く助けてあげて。マジムンは大きな真っ赤な目をもっと赤くして涙ながらにそう言うのです。とても嘘をついている目ではありません。わかった、
お前の言うことを信じよう。そう言うと男の人は村中の人たちに呼びかけました。ええ、みんな出てこい。おばが倒れたって早く医者を呼びに行かないと大変なことになる。誰か呼びに行ってこい。それを聞いた村の人たちは一斉に家の外に飛び出し、ある人は医者を呼びに、ある人は冷たい水を汲みに、ある人は薬草を取りに、おばあのために働き出しました。それを見たマジムンはとってもとっても嬉しくてたまらなくなって、また泣き出しそうになるのを必死にこらえました。やがてドタバタとした騒ぎの中、医者もやってきて、みんなの看病の甲斐もあって、おばあの熱も下がり、一安心。マジムンも一安心。みんなすっかりクタクタになっていました。でもマジムンは大事なことを忘れています。とても大事なこと。コケコッコー、ニワトリの鳴く声がします。ハイエナ大変なってる。早く帰らんと朝になる。そう叫んでマジムンが家を飛び出すと、ピカッ、もう太陽が空に昇っていました。うわー、眩しい、暑いよ。マジムンは太陽の光を浴びると死んでしまうのです。苦しみだしたマジムンを見た村の人たちは、これは大変だと急いで家の中に入れて、戸をすべて閉め、太陽の光を遮りました。でもどうやら手遅れのようです。マジムンの体はだんだんと消えていきます。マジムン大丈夫か、マジムン大丈夫か、村の人たちは口々に叫びました。こんな温かい言葉をかけられたマジムンは、苦しみながらもちょっとにっこりして、ありがとう、そう一言だけ言い、涙を一粒流して消えてしまいました。村の人たちはみんな声を上げて悲しみました。それからというもの、村の人はおばあの家に行った帰りには、カジュマルの木の下に座って、マジムンが天国で寂しがらないようにユンタクを楽しむようになりました。もちろんおばあも夜になると一人でユンタクをするのです。マジムンありがとうねって、ユンタクガジュマルの木の下で。マキママのちょっとだけ読んじゃうよのコーナーは、用心でもある小屋隆さん絵作、2006年に初版が文芸社から発行された、ユンタクガジュマルの木の下でお届けしました。さあ、それではそろそろエンディング参りましょうかね。石底巻きのユンタクダッチボックス。マキママこと石底巻きのユンタクランチボックス、お届けしてまいりました。昼ラジに変わってからもね、私はそのまま火曜日で皆さんと一緒にユンタクさせていただいていますよ。まあね、リクエストとかね、撮ってなくって、ちょっとフェイバリットソングとかかけながらというところで、今日もね3曲かける予定だったんですが、なんか話題ね、ちょっとねいろいろと紹介したいのいっぱいあったのでね、それをやってるうちにちょっとねお時間がなくなりましたので、とりあえずというところでエンディングなっていますよ。さあ、こちらね、今週日曜日に、今週っていうか今度の日曜日になるんですね。ね、1ヶ月ぐらいお知らせしてまいりましたが、スポンサーにもねついていただいています、総合結婚式場ニューサンワさんの6月12日のブライダルフェア、今週いっぱいご紹介していきましょうね。まだ申し込んでいないという方いらっしゃいますか。婚礼料理ご賞味会、新作ドレスの試着会、こだわり演出のね、いろいろと見せていただけますし、ブライダルリングの展示会までということで、ブライダルに関するすべての相談
お受けいたしますよと、ね、心強い、ブライダルフェア行ってまいりますよ、ご両親まで参加して6名まで無料ですということで、これも嬉しいですね、双方でね、ちょっと相談なさってね、ちょっとまだ仕事の休みが決まらないとか思っていた方もあと少しね、まだ大丈夫だと思いますので、今すぐお電話してみていただきたいと思います。で、ご先約特典もねたくさんあるそうですよ。これはね、私もブライダルフェアの司会、ね、いろんなところでさせていただいておりますが、もうこの制約特典はね、その日だけとか1週間以内とかね、この会場によっていろんなもの入ってまいりますので、で行かなきゃわからないというのもたくさんありますので、ぜひぜひまずは気軽にご相談なさってくださいね。詳しくはニューサンワさんのホームページまたは電話 098-974-3370 番までお問い合わせください。私も6月には一件ね、ブライダルフェアの MC 入っておりますが、幸せな気持ちになりますよね。これから何近い将来のね、結婚を予定している皆さんがいらっしゃるわけですよ。で、ドレスを見つめる目とかね。で、最近は男性の皆さん、新郎さんのタキシードもね、本当におしゃれになりまして、で普段使いもできるようなものとかも結構いろいろ出ていますのでね、ニューサンワさんもいろいろ取り揃えてお待ちしていますのでね、6月12日ですよ、もうすぐですからね、今すぐチェックしてみてくださいね。ぜひブライダルフェアご参加ください。さあ、ひるラジ火曜日、まきママこと石底まきのユンタクランチボックス。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンワの提供ほか各社の協力でお送りしました。私はまた来週火曜日、明日はヤコベイビーこと富島康子ちゃん登場です。お楽しみに。